パンツァーマスターの35分の1ミリプラレビュー。皆さんこんにちは、パンツァーマスターです。オットカリウスやります。はい、もうすいません、もうキコの勢いってやつですね。はい、今回ご紹介するキットはこちらです。ドラゴン、タイガーワン中期型、オットカリウス、マリナーファの戦いです。はい、もうビットマンやったんで、もうオットカリウスやりたくなりました。はい、とはもともと白箱ですね。はい、限定のやつが去年まあ再販っていう形で、なかなか買えずに、はい、悔しい思いした人がようやく買えるようになった。まあありがたいキットですね。はい、もう早速中見ましょう。組み立て説明図ですね。砲塔とか天輪のパーツが入ってますね。これは箱組み済みの下部車体と砲塔が入ってます。これは車体のパーツとあと小物が入ってますね。はい、足回りですね。はい、アクセルシャフトと履帯が入ってます。これは車体につく細かいパーツとかアクセサリー類ですかね。これはもう車体のパーツですね。あとは天輪とかアクセサリー類とか入ってます。ベルト式乗りたいです。デカールとエッチングパーツ、あと金属線が入ってますね。パーツは以上です。組み立て説明図です。はい、表紙はいつものようにパーツ図で、まあ、当然のごとく青い、はい、この編みかけがいっぱいありますね。まず組み立ては天輪からですね。はい、まあいつものように貼り合わせで、特にパーツがいっぱい分割されてる感じではないかな。で、カブシャシーにトーションバーを組み込んでいきますね。多分前回のと同じ方式なんで、トーションバー動きそうですかね。はい、天輪を組み付けて、気取りと、それから誘導輪。で、はい、ここですね。はい、オットカリウス仕様っていうことですかね。はい、誘導輪の基部の角度がバリエーションがありますね。はい、で珍しくこういう図面がついてるんですけど、カリウスの車体は第一天輪の外側が外されてるんで、多分こういう形で正確な位置を図面にしてくれてますかね。はい、でリアパネルをつけて、リアパネル周りの工作ですね。もうこの辺はもう見慣れた感がかなり。で、エアダクトの工作ですね。前からずエッチングパーツとかありますね。はい、車体上部ですね。これは正面走行につける車載機銃と、それからバイザーブロックの工作で、これはもうエンジンの点検パネルですね。はい、上部車体に OVM とかこういった正面走行とかパネルを組み付けると。でもう一気にここはグリルの工作、それからエッチングのメッシュも貼ってますね。はい、グリルはこういう感じで、で前照灯の工作がありと。これはあれですね、ダクトの内部ですね。で、OVM も乗せて、ドライバーハッチの組み立て。で、下部車身の正面のパネルを取り付けて、多分車体はこれで終わりですね。はい、もう手法の組み立てですね。手法そのものはもうほぼ組み上がってるんで、内部ですね。はい、この辺は
社長と総店主の椅子かな。はい。で、キューポラ。もう前回同様、もう細かいパーツありですね。と、これは、応答天井の周りですね。これは、ローダーズハッチとか、ペリスコープ。で、やっぱり中期型でも、この、ベンチレタカバーは2つ存在してるんですね。うん。で、ゲペックカステンをつけて、エスケープハッチとか、予備リタイをつけて、応答そのものはこれで終わりですかね。うん。カリウスの、車体も S マイは積んでないんですね。うんうん。はい。で、ここはトラベリングロックの工作ですね。はい。中期型の特徴なんで、車体後部にトラベリングロックがあります。で、応答を乗せて、リタイア巻いて完成ですかね。塗装図ですね。はい。今回はもうこれだけですね。はい。オトカリウス、マリナーワの戦いの、もう、決め打ちの、はい。カラーリングとマーキングですね。デガルです。車体番号と鉄十字だけですね。はい。これもカルトグラフ製ですね。金属製のワイヤーです。これは全焼灯の電源ケーブルですね。エッチングパーツです。車体後部のグリルの上のメッシュですね。はい、もう一枚エッチングパーツがあります。エアダクトの中のパーツと、あと、この丸いやつはハブキャップのところのパーツですね。で、また、蝶ネジがたくさんついてますね。履帯です。DS 素材のベルト式の履帯です。はい、出来は非常にいいです。はい。箱組み済みの株写真です。はい。まあ、モールドもしっかりついてますし。で、まあ、表面は一応、なし地ですね、普通の。で、この辺のタボ穴が前のとちょっと違いますからね。大きくなってますね。はい。下もしっかりモールドされてますね。応答です。ツインメリットコーティング済みです。パーツの分割は、天井とマントレットがないんで、前のやつと同じですね。ただ、ツインメリットも全然違いますね。まあ、中期と後期でこれだけ違う。で、個体差もまあかなりあると思うんで、まあこれは多分実写を元にして正確に再現されたものだと思いますね。はい。質感はもう言うまでもないです。もう素晴らしいですね。キューポラです。はい。これ一個だけこうポツンと入ってましたね。多分前回のやつとほぼ一緒だと思うんですけど、表面がすごくいいんですよね。前のもそうだったんですけど、その、鋳造表現は一応されてるんですよ。で、よくあるような、そのもう、荒々しい、ごつごつのじゃなくて、こう、普通のなし地じゃないけど、やっぱり、ちょっと綺麗めな。なんで、型がすごくよくできて、綺麗に鋳造されたっていうイメージですかね。ダクト内のパーツですね。はい。これ前のやつと一緒ですね、多分。車体のパーツですね。はい。上部車体の天板と側面走行ですね。上部車体の天板ですね。はい。溶接だと。それから、こういうクリーニングロッドの受け。まあ、細かいモールドとか、こういうところの、こう、鋳造表現。まあ、いいですね。はい。まあ、直前でやってるんで、まあ、ほぼほぼ同じって感じですけど、ちょっとシャープな印象ですね。側面走行ですね。ツインメリットのないタイプです。くっついてるモールドが全然違いますね。やっぱり、金型が新しいせいですかね。まあ、明らかにシャープだと思いますね。応答のパーツですね。はい。天板が2枚、マントレットが2個。レイアウトも前の、はい。ビットマンと同じで、これ多分、まあ、共用パーツですね。はい。まあ、だからといって、悪いっていうこともなく、はい。まあ、素晴らしい。多分でもこれ使わないんでしょうね。S マインとかはついてるけど、カリウスの車体にはついてないんで、うん。ただ、全く使わないランナーを1枚丸ごと入れるっていうことは考えられないんで、多分どっかのパーツは使うんでしょうね。うん。まあ、贅沢な話ですよね。はい。OVM と
車体の後ろのあのエアダクトのグリルですね。出来はビットアンダーストタイガーとまあほぼ一緒ですね。はい、もちろんクランプもよくできてますし、まあ、気持ちここの抜けがいいかなって感じですかね。はい、グリルもこういう感じですね。はい、このパーツも多分共用ランナーですかね。はい、マットレッドがついて、対空機銃のホルダーがあってレールがあって、でこの辺はキューポラの、はい、ハッチとベンチレタカバーだとか、あとこうですね、あの履帯のストッパーとか車体のパーツですね。サイドスカートとか排気管カバーとか機動輪がついてますね。あとゲペックカステンとか、はい、このランナーも共用ですね。はい、さすがに連続でやるともう見慣れた感があって、はい、で前回僕これあのベンチレッターカバーとかって言ってましたけど、あの排気管の後ろの上についてる、はい、丸いやつですね。はい、あの連続でやると修正もできますね。はい、軌道に、はい、まあ、出来は前のと一緒で、はい、この辺も超ネジ付きの、はい、留め具とかきっちりついてますね。ゲペックカステンですね。はい、もう全く一緒ですね。はい、まあまあクオリティも一緒ってことですね。車体のパーツですね。側面装甲、正面装甲、アイア、マットガードなどなど、はい、まず側面装甲ですね。やっぱりこういうモールドがさっきのとちょっと違いますよね。うん、まあ新しいものだけやっぱあるってことですね。マットガードとかで、牽引ケーブルはやっぱりあの留め具がついてないんで、はい、自分で工作してつけるって感じですね。はい、ペリスコープとか、はい、排気管などなど、この辺は正面装甲とか、はい、アクセスパネルですね、エンジンの、うん、これはもう完全に新規パーツですね。あの OBM、 それから牽引ケーブルが、これがついてますね。 OBM ですね。はい、もうクランプの出来がもう全然違いますね。はい、もう一目でわかりますね。いや、もうさすがですね。こういうの新しく用意してきてるってことですね。で、こっち側はですね、まあ、OVM っていうか、まあ、まあ、シャベルですよね。で、タイガー戦車って、車体の前にシャベル積んでるんですけど、それ用ですね。バージョンによってはっていうか、まあ、時期によっては積んでるってことですかね。で、クランプはついてないです。で、シャベルのクランプが別個に用意されてますね。牽引ケーブルですね。あの、もう太さも取り増しも全然違いますね。一応こういうものも用意されてますね。っていうか、こっちをつけるってことですね。超ネジ付きの留め具ですね。これまあ、牽引ワイヤー用ですけど、あの、全然違いますよね。ものすごいシャープでリアルですね。いや、もうこれすごくいいですね。うん、でこれはあの多分メッシュがついてるところのあの多分吸引口かなんかのネジなんですかね。はい、別体でついてるんですね。でこれ多分あのクランクを差し込むとこですね。はい、裏がこうなってましたね。車体の、はい、表の装甲ですね。ツインメリットされたパーツですね。集合ボジュンですね。はい、あのまあ違いはまあ歴然とわかるんですけど、まあ何しろ質感がいいですよね。いやー、繊細だな。これだけやっぱり違うと、ツインメリットを自分でやってる方、ローラーとか、それからブレードでやってる方は、結構、いろいろ揃えなきゃなんないですね。ローラーはこんな細かいのなかったな。うん。で、やっぱりサイドスカートのつけるベースとか全然違いますよね。うん、新しいだけありますね、やっぱり。はい、これが正面装甲。クリアパネルですね。もうこういうヒンジの、はい、作りとかも全然段違いですね。あ、はい、これ分かりやすいですね。全部車体の天板、フロントフェンダーのこういうあのヒンジとかストッパー、もう全然違いますね。はい、
いやーすげえなこれ。はい、照明の兜で脱出圧はやっぱりこう違うんですね。ジャッキーとシャックルですね。はい、これ前のと一緒ですね。ダクト内のパーツですね。はい、これも一緒だな。はい、で MG はやっぱりあの放熱口ですかが、あの丸じゃないやつ、はい、ついてますね。はい、手法周りのパーツですね。これも前回と同じランナーですね。はい、はい、あの前期型のともうほぼ共用のパーツがあるってことなんですね。キドリンとユドリンとか入ってますね。はい、これも同じパーツですね。まあでもあのやっぱりこういう鋳造表現とか何回見てもいいですよね。はい、見飽きねえな。キドリンのキブ、はい、これもキドリンですね。はい、反対側ですね。はい、もうしっかりできてますよね。はい、車体のパーツでリアパネルとか、はい、気取りのキューブとかローダーハッチとかで、あのこれもビットマンに入ってたやつと同じランナーで、でツメリットもないタイプで、多分これがビットマンの車体につきますよっていうやつだったはずなんで、こんなままで共用になるのかなって感じですね。はい、これはでやっぱりガスバーナーみたいなんですよね。車軸と、はい、予備履帯のパーツですね。同じランナーが4枚あります。はい、車軸ですね。はい、あと、スイングアーム。はい、もう、まるで一緒ですね。はい。まあ、逆に言えば、さすがにこういうパーツは、まあ、タガワ戦車、まあ、通年通して一緒だったってことですかね。はい、予備の履帯ですね。もう、滑り止めとか、もうしっかりモールドされてて、まあ、素晴らしいっていうか、まあ、あの美しいですかね。裏側です。はい、あの押し出しピンなどもないんで、あの前回僕マジックトラックと一緒ですよみたいなことを言いましたけど、違いますね。はい、押し出しピンなどがないっていう時点でもう金型が多分全然違いますね。はい、応答とかリアパネルがついてますね。でここから紹介するパーツはもうあのオートカーリウス、はい、専用のパーツになりますね。はい、応答天板ですね。あの、まあ、S 前もないですし、で、これですね。予備履帯のストッパーが一部、もう、直付けというか、一体モールドですね。面白いな、これは。で、ローダーハッチ。ね、これがリアパネルですね。はい。はい、やっぱり、あの、タバーナーよく見ると、もう全然違いますよね。はい。で、中期型で、これの、この突起は、あれか、トラベリングロックとかですかね、場所的にはね。で、超ねじ付きのストッパーがさらに。これは、あの、もし余るんだとしたら、こう大変貴重なパーツが余りますね。で、ここのエリアはもう、あれですね。はい、トラベリングロックですね。はい、鎖がこう、開いてるものとか、閉めてるものとか。はい、結構いろいろありますね。はい、細かいパーツがいっぱいありますね。まあ目立つのはやっぱりこれですね。はい、あのフロントエンダーのついてる車体全部のパーツ、まあ何回見ても素晴らしいモルドですね。はい、いやすげえな。あの多分細すぎるなみたいな印象なんですけど、まあここまでシャープだともういっそもうすがすがしいというか、もう OK ですよね。これ気取りの器具かな。結構細かいパーツがいろいろついてるんですよね。これベンチレーターカバーっぽいし、うん、この辺は結構ごついボルトがついてるんで、多分車体に何か止めてる、はい、独自の回収パーツなんでしょうね。でこれはあの砲塔脇の履帯のラックの下の部分ですね。はい、でこれがあの予備履帯の、はい、ストッパーの上の部分。ここまで、はい、インジェクションでよくできてるの初めて見ましたね。うん、あの一部のパーツが本当に直付けっていうか一体モールドになってましたけど、分かりますね。はい、これすごいですね。天理のパーツです。同じランナーが2枚あります。はい、ロードホイールのアップですね。もう
まあ多分あの最新のドラゴンの最新の技術で作られたっていうやつですね。はい、あのハブの形はもちろん後期型とは違うんで、パターンはもちろん違いますけど、やっぱりあの根元の、はい、鋳造したっていうんですかね、溶接したみたいな感じなのかな、そういうところはよく出てるのと、あのゴムに字が刻印されてますね。はい、これタイガー戦車もまあまああるんでしょうけど、いやーすごいな、いやもうすごいですね。あの金型作った人がすごいですわ。この辺のハブの出来とかもまあ地味にいいですよね。やっぱりこういうところが別体になってますよね。うん、あと多分これ第一天輪の外した後で付けたりもできるようになってるってことですかね。はい、反対側ですね。はい、まあもうじっくり見てもらいましょうかね。はい、こういう感じです。いや、もうお見事ですね。はい、パーツの紹介は以上です。創業です。まあなんか久しぶりにちょっと痺れましたね。はい、前回まあ同じ車両やってるんで、まあ共有パーツも多かったんで、ちょっとまあ端折ったようなレビューになりましたけど、この車両ですか、オットカリウスのマリナーファの戦いで、はい、使われた車両のために作られたパーツはまあ十分紹介できたなと思いますね。まあ結構ドラゴンのことね、最近新しいもの全然作らなくて、まあ古いものを適当に焼き直して再販してるみたいなこと言ってましたけど、まあ確かにこれはもうそうではあるんですけど、新しくこのパーツっていうんですか、このキットのために起こされたであろう新規パーツの出来を見ちゃうと、もうまあやっぱさすがだなって思いましたね。はい、もう本当失礼しましたって感じです。はい、ライフィールドとかモデルとかタコムとか辺の金型がすごいすごいって言ってましたけど、まあドラゴンもやっぱりもうすごいですよね。いやもう本当に今回のパーツ見てびっくりしました。で通常あまりシャープになるとしょぼく見えちゃったりするんですけど、もう全然そんなことないんですよね。ドラゴンって不思議だなって本当思いますね。いやもうとにかくまあミハル・ビットマンと並んだオットカリウス、まあ他にもタイガーエースねいますけど、やっぱりこの両巨頭の、はい、乗車を作れるってまあ幸せだなってつくづく思いますね。まあもうきっともう一回ゆっくり見直して、はい、まあ、いろいろまあなんか考えながら、はい、楽しみたいと思います。はい、今日のレビューは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。これからもいろいろレビューしていきますので、面白かったな、次のキットは何かなと思ってくださった方々、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。皆さんの熱いコメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ノーパンツァー、ノーライフ。